はい、どうもー、スリーピースさんの次男りょうです。はい、明日9月21日、ロシア今まであと20日を切りましたね。で、ちょっとまあ今減量中で体重がちょっと停滞してるので、明日チートデーしようかなと思ってます。明日のそのチートデーの1日のフル食を記録できたらなと思ってるんで、どんだけ食うかみんな楽しみにしてください。はい、まず明日は朝からミスドに行ってドーナツめちゃめちゃ食ったろうかなと思ってます。じゃあまた明日。はい、まず朝第一食目口にするのは、まあ、いつも通りプロテイン、これをとりあえず飲んでからミスドに向かいましょう。いやー、一日楽しみですね。今日24歳最後の日ですからね。僕は一日早い誕生日パーティーでもしましょうか。あー、うまっ。ええな感じでね。ミスドのほんま30メーターぐらい前にマクドを見つけてしまって、朝マック食べたくなったんで朝マックも食べることにしました。今日はもう気にせず食べますよ。はい、お待たせ。本日、固形物第1食目、朝マックのマックグリドルソーセージエッグ、見えますかね。はい、輝いています。僕朝マックこれしか食べないんですよね。いただきます。うーん、最高。この甘じょっぱい感じがいい。めっちゃうまい。うーん、じゃじゃん、じゃじゃん。今ちょっと期間限定のさつまいもどが超絶食べたすぎて、それはもう食べようって決めてました。この大学芋みたいなこの蜜がついてるやつと芋けんぴ、これが食べたかったんですよね。で、あとドーナツを、これ入れて 1,2,3,4,5,6 個買いました。あと D ポップの詰め合わせ、まあこれはちまちま1日かけておやつとして食べようかなと思います。こんな感じかね。結構いっぱい入れましたよ。じゃあいただきます。おいしいわ。生地がめっちゃ芋みたいな味。マクドとミスドの二個食いです。じゃあ続きまして、この芋けんぴついてるやつ、お、うまっ。芋けんぴ大好きだから、うまいわ。続きましてエンゼルフレンチ、うん、うまい。昔からミスドが好きで、小学校低学年ぐらいかな、朝ごはんミスドやって前の日に買って持って帰ってきとって、学校行く前に8個食べていきましたからね。僕小3ぐらいかな。でもそれもうお腹いっぱいで8個でギブったんじゃなくて、もう学校行かな遅刻するからって言ってもう8個で止められて、ほんまはもうあとまだ 2,3 個食べたかったですね。10個ぐらいは。それぐらい昔からミスド大好きです。エビグラタンパイ、これはね、甘いのばっか食ってるとしょっぱい系も欲しくなるんで、これは絶対食べるんですよね僕。ポンデちぎりパン、なんかポンデリングのパンみたいな感じ、パンですね、これは。ドーナツちゃうわ。美味しいわ。早くも6個目です。スイートポテトかな。ウェイ、ウェイ。うん。黒ごま詰まったわ。いい朝やな、これは。ラストね、ラスト。マクドのアップルパイ。うん。マジでこれ100円って最強。
うん、とりあえず朝ごはんはこんな感じかな。バナナミルク、今ちょっと買い物に来てバナナミルクちょっと飲みます。12時半ぐらいかな、今からお昼ご飯、ほんまは寿司行く予定やったんですけど、今日祝日でどこも混んでて入れない状況やったんで、ちょっとずっとね食べたかったこの天理スタミナラーメン、ここでラーメンと白ご飯を食べていきたいと思います。はいはいはい、到着しましたよ、ラーメンが。天スタずっと食べたかった。今日はスタミナチャーシューにしましたね。あと米が食べたかったんでライスも頼んで、はい、あとキムチ頼みました。これを食べていきたいと思います。いただきます。まずスープからね。これマジでうまい。うん、もうドカーン、ドカーン。うん。はい、完食。あー、腹いっぱい。あー、お腹いっぱいや。暑い。はい、今からディープ見に行くんですけど、ディープキック見に行くんですけど、ちょっと早く着いてこっちでちょっと休憩しようかなと思って、今、ね、近くにあるマクドナルドのマックカフェでメロンのフラッペ買いました。ちょっとめちゃめちゃいい天気すぎて暑いですね。時間もだいたい3時ぐらいなんで、3時のやつということでいただきます。うん、あー、夜の焼肉が楽しみですね。ね、もう9時回ってるんですけど、ちょっと遅めの晩ご飯、焼肉食べます。イエーイ。はい、まあもう今の時点で5000キロカロリーぐらい超えてるんですけど、まあ7000ぐらいかな、今日7000ぐらいで終わるかな、多分大体で。まあ最後ね、今日チートして美味しく食べます。えい、塩だん、いただきます。これ、めっちゃうまい。うん、最高。腹いっぱいや。やばい。いいがパンパンや。お腹いっぱいですね。久々にこんだけ食べたんで胃がちっちゃなってますね。はぁ、あ、おはようございます。はい、今からちょっと体重を測っていきましょう。次の日です。ちょっとむくみましたね、だいぶ体が。はい、測っていきます。はい、 67.9。 はい、ってな感じで昨日一日チートでやったんで、今日からまた減量食、クリーンな食事に戻して、当日まで練習頑張っていきたいと思います。おっす、バイバイ、チャンネル登録よろしくね。One more time. 高橋さん兄弟。